アベマオリジナル恋愛番組、恋する週末ホームステイ、通称、恋捨ての特別編となる、ルアゲイタズラ旅 in 韓国サポーティドバイゾゾタウン、シャープ1が、3月28日、火曜日より配信を開始。おしゃれなシミラールックを披露した、映像、ルアゲのシミラールック、前身。ルアゲイタズラ旅 in 韓国サポーティドバイゾゾタウン、では、恋する週末ホームステイ2020春、通称、恋捨てでカップル成立となった、山毛こと山下龍馬ことと、ルアこと山口ルアの、ルアゲカップルが内側にいたずらを仕掛け合いながら韓国旅をする様子をお届けする。韓国旅1日目、山毛は気に入ったというピンクのボーダーニットにデニム、ロングジョーのコートを合わせたファッションで登場。靴にも差し色であるピンク色を入れた。バル、ルアも赤いニットにフレアデニムと山毛と同じようなスタイルで、短丈の MA1 を合わせることで、低身長でも足が長く見える工夫をした。二人のファッションは、ちょっとしたシミラールックにもなっており、アウターハルアが短め、山毛が長めのカーキカラーで合わせることで、統一感もありつつ変化のあるところがポイントになっている。